こんにちは、上野ありさです。今アイスランドの映像を見ていただいたと思うんですけれども、今日はキールズさんと一緒にキールズクリーム UFC について皆さんにいろいろお話ししていけたらなと思います。今回アイスランドでもいろんなアクティビティなどに参加させていただいて、スノーモービルをみんなでやったりとか、すごいインスタでもどここれみたいになってたブルーラグーン、天然温泉、もう本当に寒い中に突如現れる湯気みたいな感じでもうすごいいい旅になったんですけど、アイスランドってやっぱ寒いから、そういう極寒なところでこうキールズクリーム UFC の魅力をこう体験して皆さんにお伝えするっていう課題を持ってアイスランドへ今回は行ってきました。でこのクリーム UFC なんですけど、まあ、私本当に高校生大学生ぐらいからずっと使ってて、まあ、知らない方のためにこれが何かというと、顔用の保湿クリームであり、こう世界中でもう本当に愛されてて、世界で6秒に1個売れてるって言われてるぐらい、まあ、大体海外とか行っても誰でも知ってる商品っていうような私は認識なんですけど、私がなぜこれが好きかっていうと、学生の頃にもう乾燥に悩まされすぎてて、こう皮がむけちゃうぐらい乾燥してて、で敏感肌だし、こうどれが合うのかなって思って見つけたのが、友達に勧められたのがキールズのこのクリーム UFC で、でこれを使ったらこのベタつかない、ちゃんと肌にこう塗った時にクリームって結構保湿力高いとベタついたりするんですけど、これはベタつかなくてサラサラ軽やか軽いつけ心地で、でしかも次の日の朝までしっかり潤ってたから、それで私は惚れ込んで、そこからキールズをこうライン使いというかいろんな製品を使うようになったんですけど、だから私のキールズの入り口は本当にこのクリーム UFC で、そんなクリーム UFC がこう1月にリニューアルするって、もっと良くなっちゃうよっていう話らしくて、まあ、それを今日はいろいろお話ししていけたらなと思ってるんですけど、実際何が変わったのか、このパッケージはね何も変わってない、この後ろの地図、知る人ぞ知る後ろに地図があったんですけど、その地図が取れたぐらいで、実際このリニューアルしましたって言われないとパッケージだけでは気づかないような感じなんですけど、中身が変わったそうで、まあ、ちょっと撮ってみます。このテクスチャーは相変わらず軽くって、こうつけやすい、スルーッと伸びる、この潤いと、あとふっくら感がすごいアップした気がします。でなんかこの間インスタライブでキールズのことをいろいろお話しした時に、なんかコメントでピリピリしないという質問が来てたんですけど、私はずっと使ってるっていうのもあって、全く最初からピリピリはしなかったから、結構だからこそ人に勧めやすい商品だったり、ギフトとかでもよく渡してる商品ではあるんですけど、でさらに今回のリニューアルで敏感肌の人ももっと使いやすく、天然成分とかがこう前に出てきたからだから敏感肌の人もこう使いやすく、トラブルが少なくなってるんじゃないかなと、そういう成分を厳選しているということを聞きました。実際この間そのアイスランドに行った時に本当に寒くて、こう風もビュンビュン吹くわ、あと滝とかにも行ったんで、このもう水はかかるわ、もうすごい状況で全然楽しかったんですけど、まあお肌とかもその水に濡れた後とか乾燥しやすいし、そういう時に車とかで塗り直したりとかして、で化粧の上から塗っても私そんなに気にならなくって、全然最初抵抗あったんですけど、もう2日目ぐらいからいいかもと思って化粧の上から塗っちゃってて、やっぱり潤うし、こうなんかスーってこう肌に入っていく感じが、アイスランドみたいなこの過酷な状況だとなおさらこの肌が敏感になってるから、こう中に入ってきてる感がすごい感じて、あ本当にいいんだなっていうのを現地ですごい実感しました。本当になんだろう、リニューアルを感じてて、お肌も気持ちも、あと私朝使うのがすごいおすすめで、なんかこの季節とかどんどん冬で乾燥、日本もすごい乾燥してるから、こう朝塗って、例えばじゃあ保湿力が高いベタつくクリームとかだと化粧がよれたりとかするけど、あのクリーム UFC だとサラサラしてるからよれもないし、しかもこの夕方とかになってこのかさつく感じとか、コンシーラーのよれとかがしっかり潤ってくれるおかげで、それが感じなくって、私は朝使いもすごいおすすめしたい商品で、男女で使えるんで、もうあの彼とかが本当にズボラで何もしないでシワだらけになってきてるから、こう彼の肌にもピッピッてつけて、こう
もうつけたら伸ばさなきゃいけないんでね、こうやってユニセックスでも使えるんだなっていうのも感じて、で敏感肌の人にも本当にぜひ試してもらいたいなと、リニューアルしていろいろ変わってるので、まあキールズの近くの店舗でサンプルをいただいて、私はサンプルから使ってみるのが結局絶対買うことになるからサンプルを使うのをゴリ押しします。早速なんか普段私がこうどう使ってるのかっていうのをお見せしたいんですけど、まずそんなにねあんまり取らない、このくらい、これをもう手にいきます。私はで手にこんくらいをいつも取って、もう手に伸ばしてちゃんと指先までこのくらい伸ばして顔に押し当てていく感じで、今もうバッチリメイクしちゃってるんであれですけど、こうそれでこう撫でていくような感じで、その後押し込む、で首までしっかりこうやってあげて、で最後手にこう伸ばすのが私の流れです。プロセスっていうか順番としては、まずはあのカレンデュラのトナーを、私はあれ拭き取り化粧水として使ってて、コットンにたっぷり入れてこう拭き取って、その後ちょっとペタ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 コットンパックみたいなのをして、で化粧水をして、で夜用美容オイルをやってクリーム UFC という感じなんですけど、だからそのステップかな。でこれは朝も夜も変わらない、夜はちょっとアイクリームが入ってくるんですけど、朝はアイクリームはしないで、朝はこの順番、夜はプラスアイクリームっていうような感じでやってます。こう移動だったり遠征することが多いんですけど、そういう時も持ってれば安心できるし、だいたい悩みって乾燥なんで、私はだからクリーム UC があればとりあえず大丈夫っていう感じで、でもしこれをね忘れたとしても、キールズのいいところってもうどこにでもお店があるから現地で買えちゃうんですよ。だから私はなんか忘れたら現地で買っちゃうぐらい、もうとりあえずキールズ行くみたいな。例えばじゃあ今まだクリーム UC 使ってない人とかでも、あ忘れちゃったっていう場面があったら、あアリサちゃんが言ってたキールズ行ってみようみたいな感じで、そこで試してみてもいいかもしれない。なんか私のコメントとかでも結構気になるとか、アリサちゃん使ってるから使ってみたみたいな感じで言ってくれる子がいっぱいいるんですけど、まずなんか例えばお店に行ったり、お店本当にキールズどこにでもあるから国内とちょっとどこにあるかググっていただいて、近くのお店に行ってカウンセリングとかすごい親切にやってくれるから、それでなんか知りたくない自分の肌の状況まで知れちゃうぐらいしっかりやってくれて、こうおすすめのライン使いとかを教えてくれるので、それでまずサンプルから入ってみて、私は結構キールズ行ってクリーム UFC を買う時にもらったより予備液のサンプルとか、それを使って買ったりとか、やっぱ結構サンプル使うタイプなんで、せっかくこれ買ってじゃあ合わなかったってなったら困っちゃうんで、カウンセリングしてサンプルもらって使ってみるのが一番いいんじゃないかなと思うので、もし今ね使ってる人がいたらリニューアルのタイミングでぜひおかわりしてもらったらと思います。そんな感じで今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。